シーレモンの18時でダバダダバダディディダバダディダ。今日も沢田研さんについて語りたいと思います。今日はですね、夜のヒットスタジオのあのオープニングだと思うんですけども、あの他人の曲をですね、人のその出演者の、曲をその出演者の違う方が歌ってこう、リレー式にバトンを渡してメドレーでしていくっていうあのオープニングのコーナーあるじゃないですか。まあ、ちょっとね、回りくどい言い方ですが、知らない人も、ね、いるかもしれませんね。そういうコーナーがあるんですよ。夜のヒットスタジオっていう伝説の番組ですね。で、まあ、例えば、10時でしたら、次が郷ひろみさんでしたら、出会いは億千万のとかいう感じで、ね、今日も、明るい郷ひろみさんですみたいな感じで、こう、バトンタッチしていくっていう。で、その、言ったら、リレーのコーナーの、まあ、ジュリーが歌う女性の歌が僕結構好きで、うまいんですよ。なんか、ジュリーが歌う女性の、ヒット曲って。で、最近見たのはですね、沢田研さんが歌う岩崎宏美さんのシンデレラハネムーン、名曲ですよね。悪先生と、作曲は堤恭平さんという、ね、まあ言ったら、岩崎宏美さんの新境地みたいな、すごいこう、ねえ、まあ、ちょっとこう、ディスコテイクなナンバーですよね。ノリのいい。しかもでもちょっと歌謡テイスト入った、もうすごい癖になるナンバーでいい曲だと思うんですけど、それがこう、ジュリーが歌ってですね、岩崎さんにバトンを渡すという感じなんですけど、うまいんですよ、めちゃ。で、ジュリーがこう、バーっと歌ってるんですけど、まあ、歌詞とかうる覚えでちょっと歌詞忘れたりするんだけど、なんか歌のうまさでこう持っていくところがあって、で、パーンとね、カメラが岩崎さんを抜くんですよね。岩崎さんの表情を捉えるときに、ちょうど、なんて言ってるか、口だけでね、判断すると、多分、やばいって言ってるような感じだと思うんですよ。いや、すごくわかる感じがして、ちょうどこう、ジュリーが歌い出して、なんか声が乗ってきて、あ、うまいなって僕も思った瞬間に、ちょうど岩崎さんも、やばいみたいな、こう、つぶやいちゃう。うまいかもしれませんけど、この当時ってやばいって使ってたんですかね。なんか今でこそみんなやばいやばいって言うじゃん。で、なんかそれを調べたら、やばいがなんか流行し始め、使い始めたのは1980年ぐらいからということなので、この時やばいって言ったのかわかんないんですけど、でも、なんか岩崎さんは本当にそのジュリーの歌のうまさになんか驚いて、こう、なんかそういう言葉を発したっていうのは間違いないんですよ。まあとにかく沢田研さんは本当にね、女性の曲うまいなという感じがするんで、そうカバーとかすごくね似合うんじゃないかなって思ったりね、特に悪先生のね詩ですからね。で、堤さんの曲ってより確かあんまりないじゃないですか、ほとんど。あ、女たちよはあれ堤さん前編ですよね。堤先生の前編作曲でしたっけね。だからなんかすごくこう新鮮でかつ、合っていてですね、ジュリーのシンデレラハネムーンは前編聞きたいなというふうに思いましたけども。以上、シギリモンの18時でダバダでした。ダバダ DD ダバダ D だ。当チャンネルシギリモン公式 YouTube ではレジェンド沢田研さんの様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。そして私シギリモンの公式 X では沢田研さんの最新ニュースを日々配信しております。よろしければそちらの方もフォローよろしくお願いいたします。シギリモンでした。